おはようございます。ですね、今私小美に来ています。朝ですね、ホテルの朝食食べたんですけど、嬉しいことにローバープンありました。おかわりついしてしまいまして2杯食べました。うまかったです。で、その後ですね、北港行きのバスにトルク駅から乗りまして、普通にまあいつも通り神戸にやってまいりました。で、今からちょっと、まあ、ランニングウェアにはもう着替えてます。今ここ今通ってるとこはレンシティ集落なんですけど、ここ過ぎたら台湾鋼鉄の雲林駅見えてきます。で、鋼鉄のロッカーでちょっと荷物でかいのを預けて、まあ、身軽になって積み込み所まで行こうかなと思っています。もしね、列車がね、月1の休業日に重なってなければ普通に取れると思います。鋼鉄雲林駅に到着しました。ここででかい荷物をね、ロッカーに預けて、身軽になりました。今からですね、シュガートレイン取りに行きたいと思いますが、一つちょっと心配なことがあるんですよ。さっきから列車の音が全く聞こえないんですよ。めちゃくちゃ音がでかいんでね、シュガートレインというのはそれが全く聞こえないっていうのがものすごく心配なんですけど、まあ行くしかないですね。で、余談なんですけど、今ここ鋼鉄雲林駅のある場所がもともと日本統治時代の春日村っていう移民村の松園という集落があった場所なんですよ。ここにももともと木造の家屋とか並んでたはずなんですけど、この区画整理によって何もかもなくなってます。ただちょっとここには松園という道路名がありまして、その道路名がこの松園集落の面影をかすかに今に伝えているという形ですね。では早速先に進んでいきます。ようやく、レールファンの間では有名なこの繁殖場駅ですかね、繁殖場駅の積み込み所に到着しました。ご覧の通り、駅には貨車が数台止まっていますね。ただ今日多分動いてないかもしれないです。この時期は結構列車が毎日通っているので、ご覧のようにレールが光っています。本当何もないっていうのは本当寂しいですけどね。列車がないっていうのがね、もうしかもなんか雨降ってきたしさ。雨宿りする場所もねえし、バス停もねえし、本当大丈夫か今日、まあてな感じなんですけどね。まあちょっと撮影して帰ります。積み込み所に到着です。ですね、一応踏切の人がおるんで、まあよくわからないんですよね。結構沿線の踏切に2か所ぐらいに踏切番の人がいたんですよ。この辺り、近くに繁殖場がありまして、牛か豚かわからないですけど、糞の匂いがすごいですね。この近くには豚舎も結構ありまして、だいぶすごい匂いが漂っています。この辺りは小比屈の畜産地域じゃないかと思います。この駅はですね、いわゆる交換駅になっていまして、先ほど通った列車も上下列車の交換でした。で、先ほどの奥の分校の方ですかね、奥の方なんですけど、列車が通っていきました。なんで分校方面に行った列車も多分あと 2,30 分ぐらいしたら戻ってくると思います。雨がねちょっと心配なんですよね。まあ頑張って撮影をしたいと思います。まあ、とりあえずこの繁殖場から西の方には行く予定ないんで戻ります。あれ意外と走ったら追いつきそうやな。で、ご覧の通り積込所の上の方には観光客の人がいっぱいいますね。なんやかんやで有名なとこですからね。個人的には雨が一番心配です。雨がひどくなる前に鋼鉄の駅に戻れたらいいかなと思っています。いや、本当ここまで来て本当に良かったです。いや、途中でね何回か折り返そうかなと思ったんですけど、まあ、諦めないで最後までここに来て本当に良かった。あとね、列車2本か3本ぐらい取れたらいいかなと思ってます。ここいいかもね。ここに積載の貨物がいるんで、何らかの形で多分1時間以内に列車が積み込み作業を始めるんじゃないかなと思っています。ちょうどこの横の畑でサトウキビ収穫しています。これをね取るためにわざわざランニングウェアで、ね、来ています。やっと着きました。時間的にもう13時は過ぎてると思います。先ほどの小尾を過ぎてもどこちの方に行ってたんですけど、でそこでもうさっきの積み込み所でシュガートレイン取った後はもう戻ってきました。意外ときつかったですね。往復10キロ以上はあります。12キロか3キロぐらいは走ったんじゃないですかね。で、もうすぐ甲鉄雲林駅に到着です。実は帰り道に、戦前の1930年代ぐらいから、日本人の移民が行われたという、春日移民村の跡地を通ってきました。それぞれ松園、梅園、竹園という3つの集落が置かれていたんですが、そのうち松園というのがちょうど今歩いている場所にあったんですよ。今は区画整理でもう全部消滅して何もかもなくなっています。ただし松園だけは地名が残ってるんです。松園路という孫園路という感じで、その他の梅園、竹園はもう何もかもその地名は残ってません。町割は残ってるんですけどね。で建物自体ももう何もかも残ってません。で地名も幸福省というなんか国民党チックな地名に置き換わっています。あと豚舎がやけに多いね。豚舎が多いからもうブヒーってずっと豚が鳴いてて、もう集落の中もう全部もう豚舎ばっかりになってる。本当に畜産地域になってますね。ということが改めて分かりました。そうこうしているうちに目の前に来ました。雲林駅到着です。ここからは新幹線に乗って台北に戻ります。もうこれ以上きつい思いをしてももう自分の体が悲鳴を上げるので、まずは台北について麻生面線万華のあそこは万華やない正門町か、正門町で麻生面線食って、あとはね北東温泉か浦井か、浦井遠いもんね、もしくは単回ライトレール取りたいんですが、一つ問題があって、実は、今日の朝トロクの新興大飯店でずっとニュース見てたんですよ。でニュース見てて気になったのが台湾北部が雨だと。実は初日も当園でちょっと雨が降りそうな天気だったんで心配でしたが、もうまさにその憂いを見事体現してくれました。曇り空が雨を降らせています。ということなんで、とりあえずあまり外には出て回れないですね、台北では。まあとにかくどうしようかな。まあ、とりあえず台北には向かう。で北東温泉に入ってね疲れを癒します。3日連続の温泉です。で泊まる場所も北東温泉にしようかなと思ってます。もしくはね、前台湾に行った2017年4月行った際に寧夏路余市のステーキ食べたかったので、まあ迎賓旅社ちょっとビューにちょっと手をね噛まれてもう1年近くかゆかったんで、もう治癒する前でに完治まで1年かかりました。でもうその思いしたくないんで、まあ近くにある、まあ、ビジネスホテルかな、1500元程度のビジネスホテルに泊まろうかなと、思ってます。はい、到着しました。ここで切りますね動画。